おはようございます。速稼塾の久保です。まあ、反転事件とこれなんやと言われることがあると思うんですけどもね、実はね、 Facebook のライブしてると私のホワイトボードって左右が逆転してるじゃないですか、文字が。だからそれをね、こうやったら改善できるんですよっていう方法をたった今ね、私はね知ったんですよ。まあ実は私反転してもまあどうでもいいわと思ってやってたんですけども、まあできれば反転しない方がいいかなと思いましたんで、今日は反転しない放送をお届けしてます。ほらね、反転してないですよね。普段だったらこっちなんか裏返し鏡文字みたいになってると思うんですけども、反転してないでしょ。うん、もう他にもね、こう本ね、試験に出ない英単語みたいな本がありますよね。こんなの覚えてどうすんだみたいな、試験に出ない英単語を私も一生懸命勉強してるんですけども、ほら左右反転してないでしょ。どうですかこれ。まあ今日はね、これをね上村さんに教えてもらって、で、まあ、上村さんも昨日まで知らなかったって言うんでね、まあ、誰も知らないっていうか、あんまり気にしてないですよね、皆さんね。見てる方も、やってる方も。気にしてないんですけども、できれば、まあ、これ、実は黒ニンニクね。あ、ナミさんおはようございます。うちの、もう、借金20億のですね、Y 会長が、今これを作ってね、398円でスーパーに納品して売ってるんですよ。これで20億返そうとしますからね、今度はね。398円の黒ニンニク。まあかなりね、これはまあ、40代を過ぎた男性には、まあ女性のためにも食べといた方がいいよみたいな感じで、まあ結構モリモリするやつなんですよ。マカより効きますよ、これは。うん、かなりいいと思います。これね、欲しい方は398円プラス送料で、岡山からね、発送できますんで、私の方に注文してください。おはようございます、徳野さん。徳野さんもね、深夜の勤務にはこれですよ、ニンニク。これをそのまま出してニンニクの燻製ね、かじるというね。そうするとクワーッとやる気になりますから。だからサプリより効きますよ、ほら。これね、398円、岡山の木山で作られております。自家製栽培、水耕栽培しております。398円で、まあ、結構入ってますよね、これね。 50g 入ってますんで、まあ、そうですね、まあ、10日から2週間ぐらいお召し上がりになれるかなと思います。まあ、1つ398円なんで、お、ニンニクですよ、関さん。1つ398円なんでね、1個ずつ注文するとちょっと負担になるんで、池田さんおはようございます。上村さんもどうもおはようございます。だからまあ10個単位とかで注文したらいいんじゃないかなと思います。多分送料が600円か700円ぐらいだと思うんですよ。まあそう、発送の方法にもよりますけどもね。まあ398円で、まあ、10個単位ぐらいで注文していただいてね、きっと気に入ると思います。40代過ぎた方とか本当にいいと思います。あ、内田さんありがとうございます。私の、まあ、生徒さんね、まあ、速稼塾ではないんですけども、三味線とかね、カンフーの生徒さんもこれを結構好きで食べてくれるんで、まあまあ割と売れ出したなと。ニンニクパワーで、これ今度ね、ハローズに納品をね、今度交渉に行ってきます。まあ受け付けてくれるかどうか分かりませんけども、まあ、これをね食べていただいて、うちの20億借金の会長も残りの11億円の借金をね、これから返しに行くということでございますんで、皆さんもですね、どうですか、10年間で9億返した私のね、 Y 会長、山口会長ですけども、もうが今度はこれで残り11億返そうとしますからね、どんな度胸やと思いますよね。すごいですね。はい、まあ今日お伝えしたいのは、右左が反転してないですよっていうライブ放送なんですけども、皆さんのためになったかな。で、どんな方法が知りたいのって方はね、ぜひね、上村さんの方にね、お問い合わせいただくか、で、上村さんの方にお問い合わせちょっとね、できないよって方は、まあ私の方にね、お問い合わせいただければ、私もまあ、返信しますし、すごく簡単です。1分でわかります。で、上村さんもね、ご紹介いたしますんで、みんなで仲良くなってね、ニンニクパワーで、今日も頑張っていきましょう。それでは私はね、今日はまたこれから一生懸命サポートをさせていただいたりとか、次の展開を考えていったりとかさせていただきます。まあ予備生の方もね、この放送見てらっしゃったら、2万4000ニット成功おめでとうございます。あ、これのね、ライブ放送もしたかったですね。まあ実はね、昨日1日で2万4000円を売り上げてくれたんですよ。ついにそこまで来たかみたいなね。うん、ずっとコツコツやってくれたんですけども、マインドを1ヶ月鍛えてくれたんですけども、本当によくついてきてくれました。やり続けることと、自分目線からですね、相手目線でものを考え続けると、竹岡さんおはようございます。そうするとね、実績が出るんだなということですよね。やっぱり自分が儲けたい、稼ぎたい、楽になりたいっていう人にはあんまり人は取り合ってくれないんですよ。そうではなくて、苦しい人の役に立ちたいと、自分が何かを提供したいとか、誰かに感謝したい、こういう気持ちで毎日ね過ごしていると、そういう人は周りの人からすごくね受け入れられて、で、感謝されて提供返しをされちゃうんですよね。さあ、ということで今日もどんどん提供と感謝でビジネスとプライベート生活をね充実させていきましょう。
ニンニクパワー。